こんにちは、ワインブックスの前部です。いつもご視聴ありがとうございます。今回のテーマは、2ヶ月でソムリエ・ワインエキスパートの一次試験に合格する具体的手法、ブルゴーニュワインの1です。ブルゴーニュワインはボリュームが大きいので1と2に分けてご紹介します。おそらく試験を受けない方であったとしても、ブルゴーニュワインは気になっている方は多いと思います。ワインの楽しみ方は人それぞれですから、他人がどうこう言うものではありませんし、どのような楽しみ方をしても何の問題もありません。ただし試験になりますと、こうは言っていられないですよね。ましてや今は直前期になります。もちろん中にはすでに満足いくような理解度があって、細かいところが出てきたとしても回答できる方も少なくはないと思います。ですが、まあそれであれば苦労はないですよね。ソムリエ・ワインエキスパート試験は、普通は働きながら学習時間を捻出して準備をする試験です。だから細切れの時間をなんとか工面をして、そして学習時間を確保する、こんな感じでしょうか。だから今の段階であったとしても、まだ不安だし自信がない、これが多くの人の本音ではないでしょうか。であれば、試験に出やすいところを集中して学習をして、そして記憶の質を高める、これが成功法だと考えています。ブルゴーニュワインの場合、どうしても生産者の知識だったりですとか、あるいは細かい醸造方法などがフォーカスしがちになります。もちろんこれがピンポイントで出題される可能性もゼロではないですけれども、それでも一点あるかないか、むしろ出題されない可能性の方がよほど高いです。だから今は目をつぶる部分はつぶった方がいいよね、ということになります。それでは早速行ってみましょう。まず本当に基礎的な部分に関しましては、今回は飛ばして解説をしたいと思います。まず試験ということで検討してみますと、ソムリエ・ワインエキスパート試験を2ヶ月で一次試験を合格するの1でご紹介しましたように、正答率6割の問題を正確に回答しましょうということをご推薦しました。この場合、当たり前ではありますけれども、難易度が高い問題だったりですとか、あるいは多くの人が学習しないであろう問題に関しましては、思い切って切り捨てることになります。全ての知識、あるいは深い知識を持っている人からすれば、何とも格好の悪い学習方法かもしれません。ですが今はどれだけ泥臭かったとしても得点を取る、ここに集中しましょう。まずブルゴーニュ全域の AOC ですが、ここは抑えるべき AOC を5個に絞りました。この5個をご紹介します。1つ目がご存知 AOC ブルゴーニュ、これが全ブルゴーニュワインの基礎的な AOC になります。赤、白、ロゼが認められていて、本当にざっくりといえばブルゴーニュ全域がカバーされた AOC といえます。ただしボジョレーだけはクリュボジョレーだけのエリアに限定されています。ここをしっかりと押さえましょう。ブドウ品種は基本的にはピノノワールなんだけれども、ガメイやセザールもブレンドが可能です。また白ワインはシャルドネがメインではありますけれども、ピノブランも認められています。ここも押さえておきましょう。本来は細かいパーセンテージだったりですとか、あるいはもっと細かい規定もあるんですけれども、ここに関しましては飛ばして問題ないと思います。そして2つ目がブルゴーニュコートドールです。先ほどの AOC ブルゴーニュと大きく違いますのが、先ほどの AOC ブルゴーニュはブルゴーニュ全域であるのに対して、ブルゴーニュコートドールはコートドニュイとコートドボーヌに限定されているということになります。だから極端な話ではありますけれども、ジュベレシャンベルタン村のワインと、それからアロースコルタン村のワインをブレンドしてもいいということになります。 AOC ブルゴーニュは赤、白、ロゼであるのに対して、 AOC ブルゴーニュコートドールは赤、白です。ここは引っ掛け問題として出される可能性がありますから、しっかりと押さえておきましょう。ブドウ品種の規定は AOC ブルゴーニュに準じています。そして3つ目がブルゴーニュパストゥーグランですが、これは赤、ロゼの AOC ですので押さえてください。ピノノワールとガメイの根性なんだ、これだけ押さえてください。そして4つ目がコトーブルギニョンです。これは試験には出しやすいですから、ご注意ください。以前のブルゴーニュグランオルディネーノの AOC から解消した AOC です。先ほどの AOC ブルゴーニュはボジョレ地区はクリュドゥボジョレしか認められていないと申し上げましたが、このコトーブルギニョンはボジョレ地区全域のブレンドも認められていますので、ここで押さえておきましょう。これ実際にはボジョレ地区の救済の意味合いのある AOC で、なかなかドラマなんですけれども、ここでは飛ばして解説をしたいと思います。そして5個目がブルゴーニュ無数ですが、これは意外かもしれませんが、赤の発泡性の AOC です。これ変わり種ですよね。ですからその分試験には出しやすいということになります。しっかりと押さえておきましょう。ブルゴーニュ無数は赤の発泡性の AOC です。 AC ブルゴーニュのエリアと、それからボジョレー全域のエリアのワインをブレンドして作ることができるワインです。ブドウ品種はガメリとピノノワールです。ここまでがブルゴーニュ全域の AOC です。これ以外にも本当はもっとあるんですけれども、今回はここだけに留めておきます。心配な場合には教本などで補充をしてください。では次がシャブリ地区です。シャブリ地区も問題に出しやすいんですよね。ここは何といってもシャブリグランクリが問題にされやすいです。シャブリグランクリは東から順に、ブランショ、レ・クロ、バリミュール、グルヌイユ、ボーデジール、プリューズ、ブーグロがあります。そしてシャブリグランクリは東西に長いので、当然ここが問題になりやすいです。この中で最も東はブランショ、そして最も西がブーグロになります。ここをしっかりと押さえておきましょう。また最大の面積はレ・クロ、
最初の面積はグルヌイユです。ここは教本には載っていないですけれども、常識的な問題として出題される可能性があります。また主な一級畑も出題の可能性があります。念のため読み上げますね。ボーロはフルショーム、モンドミリュー、モンテドトンネール、モンマン、バイオン、ボーキューパン、ボグロ、このあたりを押さえておきましょう。実際には1級ワインはもっとたくさんあるんですけれども、ここだけで十分です。問われ方は、例えばこの中の畑が並んでいて、この中で特級畑は何ですかですとか、あるいは1級畑はどれですかなどになります。シャブリ地区に関しましてはここだけでいいです。先に進みましょう。シャブリ地区に付随するエリアとしまして、グランオーセロワ地区があります。実際にはここは細かい AOC って結構あるんですけれども、問題になりやすいのはズバリ3つだけですので、この3つをしっかりと押さえておきましょう。1つ目がサンブリです。これはソーヴニヨンブランを使った白のみの AOC です。ブルゴーニュなのにシャルドネではなくてソーヴニヨンブランだというところが変わっていますよね。現地の人からしてみたら、シャルドネばっかりも飲んでいられないよということでしょうか。たまにはソーヴニヨンブラン飲ませろと言って作られたのかもしれません。そして2つ目がイランシーです。これはピノノワールを使った赤のみの AOC です。そして3つ目がベズレーです。これは穴場ですからしっかりと押さえてください。これはベズレー村という村を中心としました白のみシャルドネの AOC です。グランオーセロワ地区は包括的な中域な AOC が多いのですが、このベズレーは個別の AOC になっています。ここをしっかりと押さえておきましょう。それでは次がコートドニュイです。コートドニュイは世界でも最も高価なワインが密集していて、かつ地図を見てみてもですね、縦長なんですね。だから出題がしやすいということになります。だから出題としましても、細かかったり難しい問題も出しやすいです。また地図問題に関しましても、最も出題しやすいのはコートドニュイと言えます。地図問題って綺麗に回答できるとなんか嬉しいじゃないですか。だからできればですね、グランクリに関しましてはその位置までもしっかりと覚えましょうということになります。ここは泥臭いかもしれませんけれども、気合と根性ということになります。しっかりと押さえてください。地図問題に関しましては、例えば穴埋めとしまして、ここのグランクリは何ですかですとか、あるいはグランクリが並んでいて最も北は何、あるいは最も南は何、こんな具合です。ここに関しましては地図問題の細かいグランクリに関しましては飛ばしたいと思いますが、案外こういうところで差ってつきますからご注意ください。ちょっとでもこいつの言うことを信じてやるかと思ったら、なんとか覚えていただければと思います。実はコートドニュイはですね、今年の教本から新しく載った AOC もいくつかあるんですけれども、だからそこから出題の可能性はゼロではないです。ただし、実際の重要度からするとこれは低いので、今回は飛ばしたいと思います。まずコートドニュイの中の広域の AOC としまして、ブルゴーニュオートコートドニュイ、これを押さえましょう。これは本来の、コートドニュイの畑よりもやや高いところにある AOC です。美味しいワインがお年始価格で放置をされている穴場なワインなんですよ。赤、白、ロゼが認められていて、赤とロゼはピノノワール、白はシャルドネ、ここだけ押さえておきましょう。そしてもう一つがコートドニュイビラージです。これはコートドニュイにあるんだけれども、個別の村名を名乗らないかわいそうな村があって、これらを集めた AOC です。赤、白が認められています。ではここからが個別の村を見てみたいと思います。これは8つありますから、ここしっかりと押さえておきましょう。できれば何度も聞いて覚えてください。全ての村は赤がピノノワール、白はシャルドネになりますけれども、実際には例外規定があります。本当はここも細かいんですけれども、本当にざっくりと言います。まず白はシャルドネなんだけれども、ピノブランも認められています。そして赤ワインはピノノワールなんだけれども、シャルドネ、ピノブラン、ピノグリの根性が認められています。ここは今年の教本から新しく記載をされたところですから、出題の可能性があります。できればざっくりと押さえておいてください。では個別の村を検討していきましょう。まず最も北にありますのがマルサネです。これは赤、白、ロゼが認められている唯一の村名の AOC ですから、しっかりと押さえてください。唯一ということは、これは出題がしやすいですよね。マルサネに関しましては1級も特級もありませんので、ここも合わせて押さえておいてください。そして次がフィサンです。フィサンは赤、白の AOC です。村名と1級があります。一級に関しましては、アルブレ、クロドラペリエール、クロデシャピトル、クロナポレオン、このくらいを押さえておきましょう。そして次がジュブレシャンベルタンです。ようやく来ましたね。ジュブレシャンベルタンは赤のみの AOC です。赤のみですから気をつけてくださいね。ジュブレシャンベルタンには特級畑があります。読み上げますと、まずシャンベルタン、シャンベルタンクロドベーズ、シャペルシャンベルタン、シャレムシャンベルタン、マジシャンベルタン、グリオットシャンベルタン、ラトリシエルシャンベルタン、リュショットシャンベルタン、マゾワイエルシャンベルタン。ここは最大のグランクリを押さえましょう。最大はシャルムシャンベルタンです。最初の特級畑はマゾワイエルなんですが、マゾワイエルはシャルムと名乗ることもできますから、シャルムとして出荷されることがほとんどです。ここも合わせて押さえておきましょう。そして1級畑はシャンポー、コンブオモアンヌ、レ・カズティエ、クロサンジャック、クロデ・バロワーユ、オー・コンボット、このあたりを押さえてください。そして次がモレサンドニ村です。モレサンドニは特級、
1級、ムラ名がありますが、白赤が認められていますのでここで押さえておいてください。ただしこの特級、1級、ムラ名のうち、特級畑は5個ありますけれども、この5個はすべて赤のみの AOC となっています。ムラ名と1級は赤白なんだけれども、特級は赤だぞということです。特級畑を念のため読み上げます。クロドラロッシュ、クロサンドニー、クロデランブレ、クロドタール、ボンヌマール。このうち最大はクロドラロッシュ、最北もクロドラロッシュです。そして最も南にありますのがボンヌマールです。ボンヌマールはシャンボールミュジニー村とまたがっていますから、ここは取材がされやすいのでしっかりと押さえてください。主な一級畑はモンリュイザン、クロデゾルム、レ・ミランド、ソルベ、この辺りを押さえてください。そして次がシャンボールミュジニー村です。ニューイキっての人気ワインですよね。シャンボルミュジニー村は赤のみの AOC になっています。そしてここには2つのグランクリがあります。これを押さえましょう。その2つがミュジニーとボンヌマールです。ボンヌマールは先ほどのモレサンドニーにもありましたよね。モレサンドニーとシャンボルミュジニーにまたがっている、ここを押さえましょう。これほとんどはシャンボルミュジニー村にあるんですけれども、一部がモレサンドニー村にあるんですよね。そしてグランクリのうちミュジニーはこれだけですね。赤白が認められています。シャンボルミュジニー村は一級と村名は赤のみなんですけれども、ミュジニーは赤白が認められている。これは引っ掛け問題として出しやすいのでしっかりと押さえてください。主な一級畑はレ・フエ、レ・クラ、オードア、レザムルーズ、この辺りでいいでしょう。そして次がブージョです。ブージョそのものは一級畑と村名があって赤白の AOC になっています。ところがブージョ村にはですね、ドンとですねクロドブージョという特級ワインがあって、これが最大の AOC になっています。クロドブージョは赤のみの特級ですからしっかりと押さえてください。コートルニュイ最大のグランクリです。ブージョ村にありますクロドブージョという特級畑です。ここは引っ掛け問題として出題がされやすいのでしっかりと押さえてください。ブージョは赤白だけどもクロドブージョは赤のみなんだということですよね。そして次がいよいよボーヌロマネです。ボーヌロマネは、村名から特級まで漏れなく赤のみの AOC となっています。赤一本よりの村ということですよね。特級もたくさんありますけれども、この特級に関しましては地図問題で出る可能性が高いです。地図問題でよく出るのはコートロボールのモンラッシェと、それからボーヌロマネ、それから、ジュブレシャンベルタン、この辺りではないでしょうか。念のために特級畑を読み上げますと、ロマネコンティ、リシュブール、ラ・ロマネ、ラ・タッシュ、ロマネ・サンビバン、ラ・グランドリュー、グランエシェゾー、エシェゾーです。このうちグランエシェゾーとエシェゾーに関しましてはお隣のフラジェ・エシェゾー村に位置しています。ただしボーヌロマネ村のワインとして紹介されることが多いですよね。ボーヌロマネの最大の面積はロマネ・サンビバン、最小はラ・ロマネです。これも合わせて押さえてください。ただしエシェゾーとグランエシェゾーに関しましてはこれよりももっと面積が大きくなってしまいますから、これは適宜ご判断いただければと思います。主な一級畑に関しましてはボーモン、オーブリュレ、レ・スーショ、クロパラントゥ、ゴーディショ、マルコンソール、ショーム、クロデレア、この辺りで大丈夫です。そして最後がニュイサンジョルジュです。もう一踏ん張りです。頑張りましょう。ニュイサンジョルジュは赤白の AOC です。特級畑はありません。ここをしっかりと押さえてください。主な一級畑は、クロポーレドサンジョルジュ、ボークラン、レ・カイユ、レ・サンジョルジュ、クロポーレドサンジョルジュ、クロドラ・マレシャル、この辺りが有名です。正直、ニュイサンジョルジュに関しましては、ボーヌロマネ村のお隣にあるんですけれども、結構地味なんですよね。品質は高いので、その分お値打ちのワインと言えると思います。今回はここまでになります。次回はコートドボーヌとブルゴーニュの南部になります。それではまた次回の動画でお会いしましょう。